フレイル予防教室は町民に運動の大切さを知ってもらい、フレイルの予防につなげようと健康長寿課が開いたもので、この日は町内から20人が参加しました。フレイルとは健康な状態と要介護状態の中間に位置する筋力や心身の活力が低下した状態のことで、この日は株式会社東インスポーツの伊藤恵子さん、前川春奈さんを講師に招いて、フレイル予防に有効な体操やトレーニングが実践されました。中でも筋力の向上や怪我の防止に有効とされ、医療現場でのリハビリにも取り入れられているセラバンドを使用したエクササイズでは、参加者の皆さんが講師の動きに合わせて胸や肩甲骨など体のさまざまな部位を伸ばしていました。教室の最後には姿勢がきれいになったり、自律神経が整うことでストレスを感じにくくなる腹式呼吸のレクチャーも行われ、参加者の皆さんはお腹に手を当ててゆっくりと呼吸をしていました。東院町では今後も町民が自分の健康状態を確認するフレイルチェックを定期的に行うほか、各自治会の公民館でフレイル予防についての講座を計画しているということです。まず、運動の大切さっていうのを、分かっていただいた上で、やっぱり、フレイルチェックでもよくやってる、握力低下、あと片足立ち、これが非常にできない方がたくさんいますんで、筋力もつけていただくのはもちろんなんですけど、体幹もしっかり鍛えていただいて、総合的に、あと心ですね、どうしてもやっぱり運動している中で、やりたくないなっていう、気持ちになると思いますけど、どうしたら運動習慣つけれるプラス思考になれるっていう、そういう部分もちょっとお話の中でやってますんで、そういった部分もやっていただけれたなと思っております。私も予防教室には何回も出席させてもらってるんですけども、今回このセラバンドを使った予防教室ということで、非常に今日は良かったと思います。東院町では23自治会があるんですけども、そこの自治会にですね、これからこのフレイルチェックの良さを PR してですね、全てとは言いませんが、ほとんどの自治会で、このフレイルチェックをしていただけるようにですね、これから皆さんに PR をしていきたいと思っております。